よろしくお願いします。よろしくお願いします。一気に華やかな舞台になりました。そうなんです。あ,ありがとうございます。<laughs> はい、あの今日本当は朝日奈央ちゃんがあのこのイベントに参加する予定だったんですが、同じ事務所のまあ,あの後輩のためになるならと思いまして。私よっしゃ行こうと思って今日来ました。はい。

えー、なんと1993年の5月15日に J リーグが発足されたということでこの5月15日という同じその私の歌手デビューと同じ日に発足されたということに勝手に縁を感じておりますはい嬉しいなと思ってますじゃああれですねもう1年の3年の2個上ってことですねそうです2個パイセンっていうパイセンよろしくどうぞお願いします <laughs> いやすごいデビュー日が 5月15日なんですね。そうなんです。歌手デビューをしたのが5月15日です。ちょろちょろと多分あると思うんです。ちょろちょろとちょろちょろとありますよね。どうですか皆さん。ありますね。ありますかマサさん。僕あのパーティーでねごご出したことがありますね。ありますよね。あのその当時からあの日本の作家。そうですね。パーティー。はい。何のパーティーですか。パーティーって言わない。いやパーティー言いますよ。パイのことをパイパーティーっていパイはダメです。パイのこと。 華やかな感じですね。<laughs>